じゃあ突破を進めさせていただきます。キングダムです。皆さん初めまして、今日デビューなんでよろしくお願いします。温かい目で、それじゃあ孝太郎さんの大好きだった柳上中やります。
始まりました。イエーイ、ね、長丁場になりますが、皆さんペース配分をしながらですね、最後まで、でね、実はですね、このキングジャスティスのためにではないんですけども、ちょっと前から、フリーダムさんとね、なんか一緒にやろうという話はずっとあって、なかなか実現しなかったんですが、でその時はバンド名をセガキンバラとフリーダムなんでキングダムにしようって、で今回最初そういう感じでキングダムって決めたんですけども、ちょっとまさきくんがちょっと NG になって、ドラムさんに来てみたいって、で今回、ね、こんなわけでちょっと曲が柳ジョージっていうことになって、でやっぱキーボードいるだろうってマリさん駆けつけてくれて、ね、さっきもねちょっと出演者にちょっと言っちゃったんですけどね、これだったら BQ サプライズぐらいでよかったんじゃないかな、バンド名ね。大失敗しました。今度 BQ サプライズで、ね、それこそガミさんも呼んで、ね、本当に、そんなわけでちょっと軽くメンバー紹介しております。そんなわけで、無理な、スケジュールの中駆けつけてくれました。今日はもう結婚式もあったり、もう大変でした。本当に紹介します。ドラムス、オンドラムス、白井裕二。春風。音楽スクールみたい なバンド名、バンドじゃないな名前違うのかな、なんかスタジオがありまして、ね、お子さんたちに音楽を教えてらっしゃるのでね、ちょっと調べて春風で調べていただいて、先生、ちなみに先生ですね、大野くんも先生です。そのわけで今回、フリーダムさんということだったんですけども、急遽この、柳ジョージという流れで、駆けつけてくれました。紹介します。旧遠山、今堀部真理さん、金さん、はい、そして、フリーダムの、お二人を、ご紹介しましょう。フリーダム、現フリーダムですね、辻田、旧二村貴弘さん、そして昔も今も変わらず大野明さん、そして私ソロでずっとやってるんで、すごく今日楽しみにしてました。バンドに憧れて早46年、なかなかこうね難しくて、バンド難しくてね、一人勝手に組んでは解散して、そんな金原茂です。イエスイエス。ではね、今ちょっと B 級の話もちょろっと出たし、今日破天荒でね、ガミさんも駆けつけてくれてるのでね、もういきなり初っ端からちょっとセッションしてみたいと思います。イエイエイ、ガミさん、坂上和成。Mm-hmm.
坂上和成、ガミさん、イエイ。俺はここにいる。あ、俺がやっちゃいけない。俺がやっちゃい、俺がやってどうするんだって。ちょっとね、まあ、あの締めっぽくなくて今日はお祭りだということなんですけども、あのちょっともう追悼的な意味も今日はあってですね、で我々の仲間の、林小太郎さんも、50歳の若さで亡くなって、でちょっとね俺個人的にはちょっと近くの近所の山倉の、親父さんもねこの間ちょっと亡くなったりとか、でもうその2人に共通するのが本当に柳ジョージだったので今日は柳ジョージの歌を、やっております。そのわけで、小太郎さんも大好きだったという、あゆめのステラ1962年の夏という曲をガミさんと一緒にやりたいと思います。よろしくお願いします。赤いキャンディー包んでくれたのは古いニュースペーパー、白いペンキ何度も塗り返す夏の風の中で、今の国のテネシーあたり借り入れ読者と片言混じりでバルコニーから覗くあんたはフロントさえも色あせていた。派手な化粧振りまく女頃、自慢の胸のペンダント俺の髪を撫で回しながら開けて見せた写真、船に乗る夢ばかり風を引いた日に上ごとのように好きなブルースかけてた夜は決まって夜明けにすすり泣いてた。坂井和成。
ゴリー、神さん。ありがとうございます。前に来てくれるのは嬉しいんですけど、ダイブできる曲はないですけどね。そういうバンドは後出てきますんでね。ダイブ、ダイブ。いやー、若かりし頃やったけど、もうダイブやってないな。やれやれ、飛び降りろ。おー、ね、子供たちに一言、こういう大人になっちゃいけませんよ。はい、そういうわけで。じゃあ、東北の方の、支援とかもいろいろみんな、ね、やっているので、なかなか、ね、現地に行ったりとかできないと思うので、少しでも、ね、思いのある方は協力してください。そしてなんか今日は何フードもの一部も行く その寄付の方にもあるのね。だフードもガンガン食べて、持ち込みは OK なんですけど、食べていただくとそれも少し、ね、そちらに行くということで、お店の宣伝ありがとうございます。いいパス来ました。私ですね、1月からガマゴーリー組んだりでですね、ちょっとバーを始めましてですね、何かも来ていただいているんですけども、豊橋からもね、なかなか豊橋豊川からガマゴーリー飲み来るってことはないと思いますけども、まあ、金原に会いに来るということでね、一応ストーンズの大好きなストーンズからいただきまして、ブードゥーラウンジというお店があって、もし気になる方がいましたら後で名刺とか持ってますんで。で4月10日でなんとか皆さんのおかげで半年経ちましたんで、4月10日は3000円飲み放題やりますので、アホみたいに飲み来てください。あ、こんなんでいいのかな、なんか今ツイートとかさ、なんか寄付とか話しとって、なんか自分のお店の宣伝ね、閉めちゃっていいんですかね、これでね、いいっすかね、よろしくお願いします。じゃあキングダムでした、ありがとうございました。じゃあやっぱり柳ジョージといえばこの曲でしょう。最後の曲です、さらばミスシッピ。
して夜の川に抱かれお前は育ちそして眠る Supporter, we're supporter, we're supporter.